杉浦健二郎は、神奈川県相模原市南区出身の元プロ野球選手、宇藤良田。相模原市立桜台小学校在学時、1年生の時から野球をはじめ、同小学校に通う小学生で構成されたチーム、サンダースでプレー。相模原市立相模大中学校までは野球部に所属しており、この時から全力で投げれば、 時速 130km の直球を投げることができたという。しかし、2年生で肘、3年生春に肩を故障し、公式戦には未登板で3年生夏は二類手種としてプレーしていた。中学卒業後は、怪我や指導の理不尽さから野球から離れ、神奈川県立浅水大高等学校ではバドミントン部に所属。入部当初は全くの素人だったが、 三年生時には、個人ダブルスで、県大会へ出場するまで成長した。三年生夏、兄から草野球のスケットに誘われたことをきっかけに、野球を再開する。指定校推薦で、中央大学法学部政治学科に進学したが、ここでも野球部には所属せず、野球サークル、中央大学ビトレイヤーズに席を置きつつ、相模原市の草野球チーム、 アイミナミキングドックスに所属するほか、自らが立ち上げた草野球チーム、相模大レーダースでもプレー。3年時には、軟式野球、SWBC の日本代表にも選ばれた。強権や時速 140km は出ていると言われた、球速を草野球仲間から絶賛されていたことから、実力を試したいという気持ちで2019年11月に、JR 東日本野球部、 カシノ球場で行われた独立リーグルートイン BC リーグのトライアウトを受験。草野球出身で高級に慣れていない中で最速時速1 5 0トルを記録したことが話題を呼び、同月15日に行われたドラフト会議において神奈川フューチャードリームスから新球団優先枠で指名を受けた。春季キャンプ前の2020年2月3日から 藤沢商業高等学校グラウンドや、慶応義塾大学下田グラウンドで行われた、球団の合同自主トレに参加。得意な経歴から、2月20日放送、ところさん。大変ですよや2月27日放送、ニュースリンクで杉浦が取り上げられた。3月13日に正式に、選手契約行為。春からは大学を休学して、リーグ戦に専念。オープン戦は、 右ひいち違和感の影響で大事を取って不出場だった。監督の鈴木隆則は、杉浦を最初は中継ぎで起用し、徐々にイニングを伸ばしてシーズン中には先発登板を経験させる方針とした。6月27日の対埼玉武蔵ヒートベアーズ戦で BC リーグ公式戦デビュー。6対2で4点リードの6回から中継ぎで登板したが、 先頭打者に支給を与えると、後続打者から2連打を浴び、1回を投げて、被安打2、2失点、1支給という結果だった。自身3度目の登板となった7月24日の対埼玉武蔵ヒートベアーズ戦で初先発。3連続支給や押し出し支給を与えてしまうなど、2回を投げて、被安打4安打、3失点、5支支給といった投球内容だった。 10月5日の対埼玉戦では、杉浦と同じく高校と大学で野球部未入部である根本和也との異色バッテリーを組んだ。最終的に12試合に登板し、うち先発登板は2試合だった。当初、独立リーグでのプレーするのは1年間のみと考えており、秋に NPB からドラフト指名がなければ、大学に戻って就職活動をする予定としていたが、9月6日の 試合前には、もう一年の可能性はあると、来期も NPB 入りに挑戦する、可能性を示唆した。9月には大学に復学し、オンライン授業での単位取得に励んでいる。2年目の2021年4月下旬、監督の鈴木からに投流を進められ、外野手にも挑戦。PC リーグ公式戦ではないが、読売ジャイアンツ3軍との試合で、実際に、 外野手として出場している。同年のシーズン終了をもって挑戦したいことがあるとして自ら球団に申し入れて退団。また、シーズン終了と同時期に大学を卒業している。直球の最速は時速1 5 2トル PC リーグのトライアウト初日のブルペンで、制球を考えずとにかく球速だけ出るフォームで1球だけ全力投球した際に、 当時の自己最速である時速1 5 0トルを記録した。なお、急速が出にくいとされる軟式球でも最速時速1 4 5トルをマークする。神奈川入団後は不規則に変化する速球を生かした投球をする。かつて変化球はカットボール、スローカーブ、高速スライダー、ツーシームを投げられると自称し、中でもスライダーを得意球としていたが、 速球が不規則に変化することに気づいてからは、カーブ以外の変化球を封印している。また、野手としてではあるが両投げにも取り組んでいる。大まかな投球フォームは、線が広次第、腕の振りは山本義信、肘の抜き方は安楽里次第を参考にしている。神奈川での1年目は、インステップするフォームを変更し、上から投げるようにしたところ、体の使い方が合わず、 スピードも制球力も落ちてしまった。結果、玉がストライクゾーンになかなか入らず、13回に3を投げて、吉四球22という制球力の無差を露呈した。一方で、脱三振は10を記録した。投手として、神奈川から指名を受けたが、もともとは外野手志望であり、BC リーグのトライアウトでは、打者としても受験している。打撃フォームは、 ジアンカルロスタントンを手本にしたスタンスで、チームメイトから、スケット外国人のようだと言われる。神奈川での合同自主トレーニングで打撃へのこだわりも、強いことをアピールし、視察に来ていた、監督の鈴木隆則からに投流構想を引き出させ、実際に二年目には、野球をやっていく中で種になるかもしれないと杉浦にに、投流挑戦を進めた。2019年に軟式のロングティーでの飛距離を、 基礎イベント、ロンティーキング、関東大会セカンドに参加した際、112メートルの飛距離を記録している。また、遠藤129メートルの強剣の持ち主で、強剣王決定戦の第2回、第3回で優勝している。50メートル走は6秒2。神奈川監督の鈴木からは、恵まれた体格、バネは天性のものがある。 うまく開花してくれたら NPB も狙える選手と評価されている。人にやらされることが苦手と語り、高校時代に野球部に所属しなかったのは厳しいことが評判だったためである。自分で考えてうまくなっていくのが野球の楽しさだという持論がある。高校時代はバドミントン部に、大学時代は草野球に身を置いていたことから中学での部活動以来、 専門的な野球指導を受けたことがなく、インターネット上の動画を参考にしつつ、独学でトレーニングしていた。他の選手の動きを見ただけで、全体像を把握し、自分の中に落とし込める、モノマネの能力に長けており、上手くなるために手っ取り早いのは、プロ野球選手の真似をすることと考え、さらに、そこからベースとなる、自身の体にマッチするフォームを当てはめていくという、 手法でフォームを作り上げた。自身の基礎を作った練習方法は、シャドウピッチングであるといい、二千十九新型コロナウイルスの影響で、神奈川の活動が中止となり、実家で自主練習を行わなければならなくなった際には自室に人工芝を敷いて、シャドウピッチングの環境を整えた。大学一年生の時層野球の試合中に、自打球で眼科邸を骨折したことから、 ゴーグルを着用してプレーするようになる。また、着用するきっかけになった球場は、鹿沼公園軟式野球場である。自身が立ち上げた草野球チーム、相模大レーダースでは、自チームのみならず相手チームにもヘルメットの筆着、施設内の禁煙を徹底させていた。これは、過去に中学校校庭で練習試合をした際に、相手チームの一部選手がタバコをポイ捨てして問題に、 なった経緯があったためという、憧れの野球選手は吉田正尚、なお山本義信。当初は独立リーグやプロに行きたいという気持ちはなかったが、大学の野球サークルから休学して b c リーグに進んだ河西隆史星の存在を知ってから、大学在学中の独立リーグ入団を考え始めるようになった。ありがとうございます。